大房子花は、つゆ草の栽培品種。一般には通称である青花と呼ばれることが多い。滋賀県草津市では、市の花に指定されている。通常のつゆ草に比べて大型で、栽培したものでは高さ1メートル。花の大きさは、直径4から5センチメートルにもなる。花弁の端はやや縮れたような形状を示す。花器の早朝に、つゆ草に似た青い大型の花を開花させる。 その花弁は経友禅の死体を描く染料になる、聖火紙の原料として用いられ、滋賀県草津市を中心にした湖南地方で、江戸時代中期から栽培されている。青花の青色色素は、アントシアニン系化合物であり、水溶性で色落ちしやすいという特徴があるため、死体を描く時の顔料として、染色工芸の分野、特に経友禅で用いられた。 青花の色素で描いた下絵の色は、最終的には完全に抜け落ちてしまい、仕上がった染め物に残らないことを利用したものである。栽培した青花の花びらの実を摘み取って絞り取り、得られた青い汁を実の死に刷毛で塗っては、天日で乾かす。この作業を元の紙の4倍の重さになるまで繰り返してできた青いというよりもむしろ黒い紙が、成花紙として出荷され、 これを水に溶かした薄い青色の顔料が下絵漬けに用いられた。青花は花弁が大きく、開花期には毎日新しい花を咲かせるため収量が多く、商品作物としての栽培に適する。しかし早朝に開花した花はその日の昼頃にはしぼんでしまう上、絞り取った汁はその日のうちに使わなければ変質してしまうため、青花摘みと青果紙作りは 国書の中、休憩の取れない作業が連日続く過酷な作業であった。このため、生産地では別名、地獄層、地獄下とも呼ばれた。後に、化学合成した色素が代わりに用いられるようになり、青花の需要は減り、栽培量も減少した。2000年頃から青花に含まれている成分に糖質吸収を妨げるものがあるという研究結果が、 報告され、以降健康食品としての応用に向けて、茶や乾燥粉末などの商品開発が行われている。ありがとうございます。